どうなる日本企業魂の事業その承継の時間です。私はキャスターを務めます大隅のりえです。本日もよろしくお願いいたします。そしてお隣にいらっしゃるのは、弁護士法人虎ノ門国際法律事務所代表弁護士の後藤孝則先生です。先生、今日もどうぞよろしくお願いいたします。はい。本日皆さんにお送りしたいテーマの内容としましてはですね、その事業承継、M&A によるですね、特に M&A、 その事業承継 M&A 廃業支援にちょっと待った、今後を、おいおい話しますけれども、いろいろな法改正が行われ、 M&A というのがすごく促進されております。で、同時に廃業支援も促進されています。で、冒頭に廃業支援という言葉、皆さん引っかかると思うんですけれども、今まではなんていうんですかね、事業承継支援であるとか再生支援であるとか、そういった言葉が使われていたと思うんですね、中小企業庁によっては。ただ現在使われているのって廃業支援なんですね。これ一体何なんだっていうとですね、手元の資金繰り、資金ショートなどによって破産してしまうと、取引先ですね、取引先に対するその負債を、買掛金を払えないなど、そういう事態によって連鎖倒産などが起きないように、政府系の金融機関が廃業に必要な資金を貸し付けてくれる、融資してくれる。で、そうやって、混乱のない中で、上手に、専門家がついてですね、上手に混乱しないように廃業をしましょうという支援なんですね。これ現に進められているものです。でも結局廃業促進はいいことですという政策でしょ。そうですね。だからこんなことは中小企業庁も間違ってもそんなことは言わなかったわけですよね、長い間。で、廃業を助けましょう、国の金で助けましょうなんてことを言い出したら、ほんのこの数年のことですよね。で、事業承継、感染症になって以降の話ですよね。何ですか？感染症で経済が悪くなって以降の話です。いや、よく言うようになったのはですね、はいはい。でも客観的には廃業はやむを得ないというのは高齢化ですね、少子高齢化の高齢化との関係で、後継者を見つけ出すことができない人たちは、廃業する以外にはないと。で、廃業するにも費用がかかりますからね、従業員に対する手当一つ、とっても費用がかかりますから、それを支援しましょうという意味ぐらいであれば穏やかな話ですけど、どうもこの頃いう廃業支援というのは、廃業することはいいことだから、あなた廃業しなさい、早く死んでしまいなさいというニュアンスが入ってて、事実政府関係から出てきている文章を見ても、どうもやっぱり廃業させて大きな企業に加わっていくことができればいいけれども、生産力がなくて金だけかかってどうしようもない企業は早く潰れてくださいという、どうもそういう匂いがして気に食わんですね。そうですね、そのまた同時に、この再生業界のこの10年間ぐらい一貫してそうなんですけれども、倒産、要するにいわゆる破産手続き、民事再生手続き、会社更生法手続き等のいわゆる破産手続きですね、がもう本当に取られなくなって、で、その背景には、金融庁の指導があるわけですけれども、リスケですよね、返済期限の猶予がずっと行われて、ロールオーバーで事業を続けることができてしまって、で、今も特例リスケというものがあって、この感染症の関係でですね、特例リスケが出て、で、本当にデフォルト、今その中国の恒大集団とかいわゆるデフォルトが起こらなくなったわけですよね。
で、まあ、破産手続きに追い込まれるっていうことがなくなった。その代わりやっぱりそのもう、あのでもやはりその整理はしなきゃいけないということで廃業支援。でもやっぱり疑問がありますね。政府はその企業がですね廃業していくときに支援しなければならんもんですかね、うん、国家はそんなところまで顔を出さなくたっていいんじゃないかと、うるさいという感じがしますね。あの根本的な問題としてですね、あの資本主義をやってるわけですよ。この国は資本主義をやってる以上ですね、ある程度企業はですね不可避的にやっぱり潰れていくものは潰れていくんですよ、うん、競争に負けて、行くという企業は出てきますよね、はい、その時にですね国家が国家の金でですね潰れていくのを支援する必要があるんですかね、うん、そんなことになったら生きてるうちに助けてくれと言いたいですね。その金を出さないでおいて大した施設というか資金もないしですね、中小企業庁の使える金は大したことはないし、人材もですねそれを言っちゃいけないんだけど、まあ、増やしてはいるようなんですけどね、はい、だからそこ中小企業の人たちがどうですかね、そこまで面倒見てほしいと思ってるんですかね。僕はどうもそうじゃないっていう気がしますね。あの僕はそういうような廃業について、中小企業庁金融庁がいろんなことを言うっていうのはかなり疑問ですね。そうですね。で、まあ、ここにあるちょっと待ったっていう言葉がどこにかかっているかというとですね、うん、まあ、あの中小企業の借入れ金はもうほぼ、地銀第二地銀からのものですよね。ただ、まあ、一連の法改正によって地銀っていうもののその性質がもう本当に変わってしまってるんですね。で、ちょっと振り返ってみたいんですけれども、あの経営者の皆さんだったらあってこう思い当たるところがあるんじゃないかなと思うんですね、地方第二地銀と中小企業の歴史、やはり多くの経営者の方って地方銀行っていうのは共に助け合ってきた仲じゃないかっていう意識がすごく強いと思うんです。例えば、まあ、接待ね、銀行員の若手の議員の方たちを接待してあげるとか、ちょっとあの過剰融資、要するに必要はないけどまあ借りてくださいと頼まれて融資を受けてしまう、でそれからデリバ絶対損はさせませんというようなことを言ったかどうかわからないですけれども、デリバティブ取引ですね、10年ぐらい前にもうすごいもう何億円と損をしたあの経営者の方存じてますが、あの本当にまさか銀行がうちの会社に損を負わせるような取引を進めてくるとは思わなかったっていう、まあ、それから高速預金、融資してあげるけど一定の金額を定期預金みたいに入れてあの引き出せないように、それ利息上その氷菓子と同じじゃないのっていうやり方ですよね、それからちょっと経営に困った、病気になってしまって困った経営者の方がいるので、 あなたのところでこの企業の面倒を見てもらってくれないかという、地域の、で、まあ、地域の助け合いと思って、まあ、特殊化の経営者の方とかがその事業譲渡を受けたものの蓋を開けてみれば負債だらけであるとか、もう赤字不採算事業、ただまあ従業員も引き受けてしまっているので、まあ、面倒を見てきてあげるとか、それからあのこれもう潰れてしまった銀行ですけれども、その銀行の株式を買わされる、買ってくださいと、その後にその銀行飛んでしまうんですけれども、だから、はい、あの地域の住民としては銀行と付き合ってきたわけですよね。そうなんですね。あの銀行との関係は要するにあの人間対人間の、 あのなんていうんですか、仲良しというかご近所というかご近所の付き合いですね、そういうものがあったわけです、特にあのあなたはまあ地方銀行と言ったけれども、あの日本には信用組合とかですね、信用金庫とかいう金融機関がたくさんあるわけですよ、あの都市部には少ないですけど地方にはそういう金融機関がたくさんあります。で規模ももっと小さいわけですね、地方銀行よりは、でそういうところとは長い間のお付き合いをしてきたという関係があったんですが、
だんだんそのお付き合いがですね、ですその歴史的にも、なんていうんですか、公の制度って相互銀行とか無人会社、うん、まあ日本にはあの、うん、公ですね、公の仕組みが非常に長い間というか非常に盛んだったんです、ね、江戸時代公の仕組みがですね、公の仕組みを通してみんな伊勢参りをしたという記事があちこちで出てきますけど、どういった仕組みなんですか、なんか いろいろ読んでも、公っていうのはお互いにだから毎月ですよ、あの何人かで例えば30人ぐらいで公を組んでですね、はい、毎月1人は必ず当たる人がいるわけですよ、くじをやって当たりくじの人が、そうそう、当たりくじの人がお金を、ね、お金を貸してもらえる、公から受け取って借りてですね、借りてとかもらってですね、もらって旅立っていくわけですよ、伊勢にね、うーん、でお伊勢参りね、帰ってきたら、うん、お土産を買って帰ってきて自分も掛け金はかけなきゃいかんわけですよ、うーん、でみんなでお金を出し合って小さい金額を出し合って、そのうちの30人のうちの1人はね、伊勢参りをすることができる、だから富士山に登ることができる費用をみんなで出し合う形ですよ、うん、そういう互助組織ですよね、かまあその、まあ、今で言うと信用金庫が似てるんですかね、いやいや、だからその互助組織がですね、信用組合ですかね、信用組合、あの相互信用組合、相互銀行ですね、相互銀行に発展していったわけです、はい、だから総合銀行ってのは元の 無人ですよね、無人公、無人とか公という組織です、うん、でそういう伝統がありますから、銀行と日本人はそのご近所付き合いっていうか、あのずっとあるんですよね、親しい関係で付き合ってきたわけですが、そうこのコロナ、特にコロナでしょうね、を介して銀行と地元住民との関係は冷え切ったというか、うん、あ相当私の耳にも銀行があのお客さんを利用するという損を押し付けるっていうかね、うん、あの儲かりもしない事業をですね、これは儲かりますし必要な資金をうちは銀行必ず融資しますから、どうぞこれを持ってください、そのこの事業を買ってくださいって、あの銀行の債権をつけた状態で持たせて、うん、ね、儲からないことになっても資金は出さないというケースが、まあ、銀行に騙されたっていうケースがちらほら増えてきましたね、まあ その、うん、そういったことっていうのは法律上はじゃどうなってるかっていうと、まあ、優越的地位の乱用であるとか、ね、利益相反に当たるので、うん、まあ、でね、あの今やっちゃいけないことなんですけどね、つい最近多くなってきたって話もしましたが、実はですね、はい、同じような状況が日本ではあの割と近いところであったんですよ、それはバブルの崩壊の過程ですね、だから平成で言うと平成6年から平成10年ぐらいにかけてですね、金融機関とか証券会社がバタバタ潰れた時期ですよね、うん、あのその頃はもう銀行はお客さんを利用するっていうのは始まった、私の知ってる限りではですね、その頃からですね、そうですね、でバブルも収まってからはそういう話はあんまり聞かなくなって、またコロナがあの流行ってコロナで倒産企業が多くなってきた時期と重なって、銀行のお客さんを利用すると損をぶつけるという関係ですね、うん、そうなんとなく私 の、 その肌感覚としてはこの、5月、今年の5月6月頃にあの銀行法が改正されたわけです、うん、この銀行法の改正があの、うん、チャンネル桜の番組でもあのいろんな経済学者の方やコンサルタントの方があのお話していることだと思うんですけど、この銀行法の改正です ね、うん、はいはい、とっても長い名前の、うん、はい、いわゆる銀行法の改正と言われているものですけれども、うんうん、それでこれによってその、うん、なんていうんですか、その手数料で銀行が稼いだり、そういったその本来であればその仲良くやってきた地域 の、 あの事業、うん、こういったことですよね、こういったことを正面からやってもいいよと、正面からやって儲けなさいと言っている法律のように思えて仕方がないんです、まあ、ちょっとおいおいお話ししてきます、うん、でちょっと、うん、あの振り返りになるんですけれども、うん、当番組では5月頃の
取り扱わさせていただいた銀行法の改正の時にですね、やったんですけれども、地方銀行の置かれている現在の状況っていうのが何かというと、経営統合ですね、でこの経営統合を、せざるを得ない状況だからしてるといえばしてるんですけれども、預金保険機構などが、お金を出して要するにこの企業統合をすることを進めてるわけですね。国がお金を出すっていうんですか。両方がそうです、これちょっと古いですね、今の段階、今日付けの段階で、ただ北海道銀行とは北陸銀行とは提携したでしょ、それから青森はそこ出てますね、それから秋田の北斗銀行と、あれは山形の何銀行でしたかね、きらやか銀行、きらやか銀行ですね、と提携したでしょ、グループになっちゃいましたね、はい、だからどんどん進んでますよ、銀行同士の提携ってのは。はい、2026年3月末が申請期限らしいんですけれども、資金交付制度というのがあって、地銀の合併経営統合等の基本的な事業見直しに伴い必要となる追加的な初期コストの一部を預金保険機構が負担するよっていう政策を取ってます。それは小銀行だけで、信用金庫とか信用組合については適用ないんですか、その確かあったと思います。あるんでしょ。あったと思います、はい、でですね、そういう状況になって推し進められてるわけです、で、じゃ地方銀行っていう名前は維持されてますけれども、90% は上場企業なんですね、で、102個、地方銀行あるうちの銀行持ち株会社傘下の地方銀行、ちょっと難しい、非上場の銀行8行のみ、要するに 90% が上場企業、で株主は当然のようにグローバル化してますと、いうものがある。でそしてこの改正に伴って、外国の、ゴールドマンサックスが第1号となったわけですけれども、この間の7月に、ゴールドマンサックスが銀行業の営業許可を取得しました、ですからその外資のそういう外資がの企業が東京に支店を持っているだけで、銀行業っていうのは免許制度でその守られていたわけですけれども、参入できるようになった。特にあの外資系でもゴールドマンサックスってのはえげつないことで有名な会社だから、事件が起きなきゃいいんですがね。本当ですね。当然その銀行業の営業許可を得たということは日本の銀行法の適用を受けるということなので、後に喋ってきますけれども、その中小企業の株式を持つであるとか、そういうところができるようになるわけですね。そうですね、はい、で、全国地銀約半数の36社が、現役で2期連続赤字に、直面している状況がある。次の決算見ないと分からないですけど、よくはなってないでしょうね。だから銀行でも一時の栄華は全てついと消えて、惨憺たる状況に入り込みましたね、で、そうですね、この条文法律なわけですけれども、この法律がじゃあ何を変えたのかっていうとですね、いわゆる銀行業務の範囲規制の緩和、銀行はあくまでも銀行のことをやってなさいということだったわけですけれども、コンサルティングシステムや IT 化ですね、アプリの販売、 IT システムの販売とか、データ分析、マーケティング、広告って言ってるので、M&A に関するような事業で、手数料を稼ぐ登録型人材派遣、銀行員経営の経営っていうか、計算会計に強い人間を人材派遣してそれで儲けるとか、ビジネスマッチング、まさに M&A ですね、これは弁護士としてはちょっと心配ですね、あの組織再編とかね、事業承継とかいうことはかなり あちらこちらで言いますから、
何でもないような気がしますが、やっぱりかなり僕にすると専門知識を要するんで、銀行員なんてそんな教育を受けてないわけだから、その貸付先の会社にその登録型人材派遣をしたり、うん、まあ、今までもやってると思うんですけど、うん、やってると思うんですけれども、それも表立ってやるってことですよね。そうですね、はい、うん、でそれでじゃあ月々何十万円という支払いなさいっていうことを、手数料を取っていいってことでしょ、ポイントはね。表立ってやっていいですよってことです。今までももちろんやってこられていたと思うんですけど、業務の範囲ですから、うん、お金を取ってやったっていいっていうことですよね、これはね。そうなんですね。これだからその先ほど申し上げました通り、利益相反にものすごい近いことを やるのもこの法律で容認しちゃってるわけですね。容認はしてないですよね、まあ、利益相反のバッチリ言ったら、言ってみれば裏切り行為ですから、うん、背任行為ですから、違法行為ですからね。それはできないですよ、うん、だけどそれに近いこともやっちゃうでしょうね。そうやっちゃうと思うんですね、うん、激化してきますし、うん、地銀同士のこの生き残りをかけた、うん、これは銀行を訴える訴訟が起きますね、うんうん、間もなく。今は本当に起きてないんですね。冒頭に申し上げました通り、今って本当に破産しない時代になっていて、うんうんうん、破産しない時代って反対にひっくり返して言うと、銀行にやっぱり経営者の方が頼っていて、金融機関に頼っていて、言うことを聞く、従順だっていうことですよね、うんうん、リスクだって銀行に反したら、もう実際は、うんうんうん、債務の返済ができないわけですから、はい、企業がいっぱいあるわけですから、うん、リスケしてほしいわけですよね、うんうん、でリスケしてほしいためにはやっぱり言うこと聞くっていう構造ができている中で、うん、銀行業務がこう緩和されていくと、どうやっぱそのちょっと待ったっていうふうにちょっと考えてほしいなっていう視点ですね、が生まれてくるわけです。で、まあ、続きまして 出資規制の緩和、これも本当言われていることですけれども、今まで、銀行は中小企業の株式を持つには何パーセントで5年とか範囲が決まってたわけですけれども、それも 100% 持つことができるようになったわけですね。 100% もいいんですか。はい、ちょっとこれがペラペラで申し訳ないんですが、ここに、概要、この法律法改正の概要をのまとめたあるものがあるんですけれども、星のマークの下あるとこですね。非上場の地域活性化事業について事業再生会社などと同様に議決権 100% 出資を可能に。完全な子会社です。 100% 子会社ですね。で、うん、これ銀行としてはですね、うんうんうん、この 100% 維持しなくてもいいわけですよね、うん、地域活性化事業というのがどこまで、うんうん、そのどこまでが地域活性に貢献する範囲なのかわからないですけど、うんうん、ものすごく広いはずです。でそういった事業に当たるから 100% 株式持つって言って、別に他のところに売ることもできるわけじゃないですか。だって 100% 議決権持っていたら、うんうんうん、何だってできますよね、うん、会社法で許されているようなことは、うんうん、ということです。そういうことができるようになったわけですね、うん、大丈夫ですかね、うん、銀行員にそんなことできるんですかね、うん、まあ、できるというよりも、だって中小企業のね、零細、はい、企業の事業経営ったら大変ですよ、うん、銀行員のような綺麗な、ね、ですからその背広着てネクタイ締めて、私なんかの印象ではやれる仕事じゃないでしょうから、うん、それは単なる M&A の促進、 M&A の促進に地銀が一役買うことになるということですね。で、まあ、本当にチャンネル桜の皆さんおっしゃられてますけれども、うん、M&A っていうのはすごくいいわけですよ。設備投資なくして、うん、で会社をつけて、それで、うん、コストをカットする、どんどん人材を切っていくとか、うん、無駄なものを切っていく、うん、お得なんですね M&A って。いいとこ取りが中小企業、非上場企業の株式を銀行がコントロールできるとなると、その吸い上げてる先には上場企業ですからね、グローバルな株主がいるわけです。そういうやり方で地域の活性化が実現できればいいんですけどね。まあできないでしょう、疑問を。銀行にできるのかな。うん、
そうなんですね、心配だな。そうなんです。僕はあの本当に霊災のね、はい、あのなんていうんですか、あのなん、まあいいですよ、一杯飲ませて焼き鳥屋をやるとかですね、うん、一杯飲ませるようなそのお食事店なんて食堂ですか、そば、うん、屋をやるとか焼肉屋をやるとかいうようなことでも、それはそれで事業としては大変難しいことだと思いますよ。そう簡単にはいかないと思いますよね。一生かけるようなつもりで皆さんやってますよ。そうですね、うん、ただまあこの法律の改正を見てると、うん、もう本当に進められることに関してはちょっと待ったの視点を皆さんにぜひ持っていただきたいなとは思います。こういうような話を聞いてると、じゃあ銀行は潰れないんですかっていう感じですね。銀行は銀行潰れるとやっぱり預金などがありますから、預金なんかあったって別に商売に手出すわけでしょ、だったら銀行潰れる時期が来ますよ。うん、矛盾じゃないですか、それがないっていうのは自己矛盾でしょ。まあでも統廃合していくのでね、銀行は銀行でですから同じことが起きてるわけです。銀行も地方銀行も M&A どんどんしてって、リストラしてって、まあっていうのが進んでいるし、その貸し付け先である中小企業も同じことが進んでってるってことですね。同じようなこと、まあ、どうですかね、ダブルでこういうようなやり方して銀行に明るい将来が待ってるんですかね、それとも悲惨な結末が待ってるんですかね、うん、さあどうなりますかね。その銀行はやっぱり非上場化して、くれるような銀行が出てこないかなと思うんですけれども、僕はあの仕事柄ですね、うん、銀行が非常に悪いことをやった話をかなり知ってるわけで、あの今の経済状況に似た時期をですね、我々は平成、昨年言いましたね、平成6年から平成10年ぐらいにたくさん見たわけですよ、うん、で銀行が自分のお客さんをカモにして、まあはっきり言って騙して、商品を使わせたりですね、あの儲かりもしないあの有価証券を買わせたりして、お客さんの損で銀行が生き延びたっていう事例をいくつか知ってるわけですよね、うん、訴訟もやりましたしね、大銀行を相手にして、うん、でどうなんですかね、やっぱり銀行っていうのはお客さんと共に歩むということを忘れちゃったらおしまいじゃないですかね。どうなんですかね、うん、はい、まさにおっしゃる通りだと思います、うん、はい、そのですからまあ菅政権、ね、また今週末選挙がありますけれども、うん、やっぱり菅政権下、本当に当初からあの言われてた通り、中小企業にとっては本当に良くない法律を通してきてしまってますね、うんうんうん、まあ一つね、あの銀行はどういうふうにしてお客さんをたかるかっていうかね、騙し込むかっていう実例はどうなんですか、今の方が多いのか、バブル崩壊の頃の方が多いのか、うん、バブルの崩壊の頃ではね、あの銀行がお客さんにあの美味しいことを言って、うん、倒産間近の事業を買わせるというようなこともあったんですがね、ですから心配ですね、その地銀との付き合い方、うん、変わっていくんだと思います、はいはい、非常に残念です、はい、まあ、私たちとしてはこの、長い本当にコロナ禍でやられてきて、中小零細企業は本当にひどい目に遭ってきたわけですよね、うん、で私はあの弁護士としてはですね、中国に向かって大訴訟をやりたいと思って、準備してたんですが、うん、どうもそういうふうに日本の風潮は動いていかないようですね。で、うん、あの政治って大切ですよね。まあ、訴訟をやらないにしてもですね、なんとかコロナ禍から立ち直っていくように向かっていくだろうと期待して見てるんですが、そう簡単にはですね、ほいほい良くなっていかないでしょうかね。
まあね、まあ民主主義国家なんでね、うん、ね、民主主義の力でどうにか好転していかないものかなと思うんですけど、資本主義の社会だという割にはあれですよね、この間確かにあの中小企業、零細企業を助けるために相当あの資金を出してますね、明らかに。それで、うん、助かったというところはたくさんあることは知ってます、うん、だから、まあこれで良くなっていく企業もだんだん多くなっていくと思いますがね。そうですね、まあ、M&A の、うん、の波に乗ってね、うんうん、あの企業を大きくしていく、強くしていく方もいっぱい出てくると思います、うん、だから私としては、はい、あの事業承継とかですね、事業再生とかいうあたりでは実は法的な技術を要する問題がいっぱいあるわけですよ、うん、そういう技術のことを皆さんにもお話しして、どういうふうに技術を使ったらいいかってことを学んでほしいという気持ちを持って今まで喋ってきたんですがね、はい、まああんまり将来を悲観しないでお互いに頑張りましょう。はい、それでは、はい、今日はこれで。ご視聴ありがとうございました。